えー、今日はですね、お金と人生っていうのをちょっと考えてみたい。まあ、いろんな角度がありますから、えー、そのまんべんなくお金と人生を考えるわけじゃありませんね。えーえー、っと、だい,たい人間のこうそういうこの文化的な生活というのはですね、およそ、そ<う>まあ、紀元前、まあ、1000年というか700年、紀元前700年ぐらい前に始まったんですね。それはどうしうかてかというと、 紀元前千円三百年ぐらいにですね、今のトルコですね、そのと当時はヒッタイトつ言ってましたけども、そこでですね、ブルーム炉っていうのはできるんですね。これはあの、鉄を溶かす技術なんですけども、鉄っていうのはちょっと溶ける温度が高いんですよ。融点っていうんですけど、1700度ぐらいなんでですね、なかなか薪とか炭とか炊いてもですね、容易には1700度いかないんで、まあ、カチカチの鉄のままなわけですね。まあ、これじゃどうにもなんないわけです。 それを溶かして、クワの形にしたり、剣の形にすると役に立つわけですね。これを最初にやったのが、まあ、あの昔のトルコの人たち、今のトルコ人と違うんですけど、まあ、その人たちがやったわけですね。それで、えーまあ、戦争もそれで激しくなった。まあ、それまでの制動機の剣というのはですね、まあ打ち合ってるとあ折れちゃうんですけど、鉄はなかなかそうはいかない。その粘り強いですからね。それで、 ラムセス2世の戦いなんかもそこから起こってるんですけども、もう一つの大きな変化はクワですね。鉄のクワができた。鉄のクワができるとですね、それまで石のクワまあ精度は高かったですから、石のクワなんかで畑耕してたんでどうにもなんなかったわけですけども、鉄のクワだとサクサクと入るんで、土に入るんでですね、土を耕すことができて、作物の生産量ががぜん上がるんですよ。そうするとそれまで、まあ、 まあ言ってみれば人間が全員働いて食べ物を取ってたんですが、まあ7割ぐらい働けばいいやと。まあいうことで100人のうち70%ぐらいが農民で働いて、まああとは、えー、いろんな暇な人が出てきたわけですね。それがまあ王様になったり、貴族になったり、兵隊になったりするわけですね。その中にやっぱり思想家みたいなのとか、大学の先生みたいな暇な人が出てくるわけです。それが、 まあ紀元前、大体1000年ぐらいが現れた、あまあ、宗教ですね。例えば、モーゼとか、それからゾロアスターとか、まあ、そういうのが割と早いですね。それから、まあ、少し下りますと、まあ、あの、ギリシャには、ソクラテスの一群というかですね、哲学者がずらずらと出てくるわけです。これも、ギリシャの場合は5%が市民で90、90%が奴隷だったので、まあ、奴隷に働かせたっていうことがあるんですね。 インドではお釈迦様ですね。これがまあ大体紀元前500年ぐらいなんですが、これもお釈迦様はまあ王様の子供ですね。王子様ですので、ちょっと生活に余裕があり、まあ知恵もあったので、まあ非常に重要なことを言ってくれるわけですね。中国でも孔子様とか老子とかですね。そういった思想家が現れる。この思想家が現れるというのは、お役所さんが鉄のクを使うようになったっていうことなんで、もしも、 ヒタイトで鉄のクワができるのをう少し遅くなった。あと1000年遅くなったんですね。みんな畑耕してなきゃいけないわけですから。だから思想っていうのはそれほど進んだわけじゃないと思うんですね。うん、そういうの変化を経て、まあ、イエス・キリスト、キリスト様がまあ、紀元ちょうど元ゼ0年。まあこれがまあ基準ですから元ゼ0年に生まれですね。まあ諸外国にも少しずつ少しずつ そういった文化が芽生えてきたわけですね。で、それがずっと来てギリシャ神話があり、まあ、ギリシャの哲学があり、お釈迦様とかイエス様がお話になったことがあり、孔子の論語とかそういうのがありって、ずっとどん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 進んできて、えー、まあ、後、500年ぐらいになりますとね、まあ、大変に進み、まあ、1000年になりますと、日本では紫式部、まあ、日本は一番女性が活躍した国ですから、 紫式部。も、まあ、日本には男女平等なんつうのはもうその時代からあるわけですから、今頃の人がですね、今からヨーロッパの、全然ヨーロッパは男女不平等で、ヨーロッパの文化ってほとんど男性でできてるんですけども、日本の場合は、紫式部とか清少納言っていうのはですねえ、女流の人が随分早くから出てきますね。まあ、それでどん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 進んできて、まあヨーロッパでは、まあ戦、 300年か400年になるとルネッサンスの花が開くわけですね。こういった文化が非常に流行します。しかし、ちょっと皆さん考えていただきたいのは、その時代というか、1800年、1800年っいうかな、18世紀ぐらいまでですね、著作権とかですね、そういうのがないんですよ。なぜないかってことなんですねで。18世紀になると著作権ができて、そして現在ではもうその、 20世紀にウォルト・ディズニーがですね、著作権の期限を増やしたり、いろいろな規則を決めてですね、現在ではもう著作権でもうものすごく縛られておりましてね、なんかちょっと昔のこう絵を見たいとかなんかしたい人だってもう著作権でなかなか自由にいけないっていうことになるわけですね。それから著作権っていうのが非常に大切なものだと錯覚している日本の文化人なんか多いもんですから、著作権に反することをやると何事かっていうんですけど、 著作権というのはもうここ最近、なぜ出てきたかったら人間がお金で動くようになってからなんですね。だからヨーロッパで、まあ、イギリスを中心として著作権ができますね。さらにあ、あの、アングロサクソン、つまりアメリカでですね、今度は余計お金が人生で貴重になってくるので、お金に基づいた生活になるわけですね。そうしますと、もっと著作権が、えー、強調されまして、 まあ、もともと15年ぐらいしか、あの、著作権の権利ってなかったんです。まあ、もともと著作権は本当の権利じゃないんで、人間の本来の権利じゃないんで、期限がついてるんですけども。まあ、それで現在ではもう75年になりましてね。私なんか全部著作権放棄してるんですけども、もう著作権をちょっとでも違反したらもう、本当に悪者のように言われるんですよ。著作権は大切なんだ。著作権こ,こそ、なんか、文化の真髄なんだ。なんていう人が言うんですよ。全然そうじゃないんです。 っていうのはですね、人間つうのはもともとお金で動くものじゃないんですよ。人間っていうのはもともとつうのは人間の歴史は、まあ少なくとも、市民がこう動いてきた、人間が動いてきた歴史は2600年ぐらいの間を見ますとね、人間はほとんどお金に関係なく自分の人生でやるべきことをやってたんです。例えば著作権でももちろんだから、ここ2、300年のことであって、 それまでの人生で、あの人間ですね。2000年以上の人間というのは、立派な人いっぱいいますよ。それはギリシャの哲学者にしても、講師にしても、お釈迦様、イエス様にしてもですね。画家でも、素晴らしい画家がいっぱいいますが、著作権がなかったら、何も喋らず、何も書かず、何も描く、描かなかったか。音楽もなかったのか。決してそうじゃないんですよ。立派な芸術作品、立派な文化作品。 いろんな思想が山むほどあったわけですね。それが人間の財産だったんです。この人間の財産を共通に使ってたっていうのが、今からたった300年のイギリス、え、以外はそうだったんですね。で、イギリスがまあちょっと先行しただけで、これは資本主義。金まみれの社会になったからなんですよ。今のもうアメリカなんかも金、金の2乗とか3乗でしょ <laughs> だから、 著作権でもなきゃ動かないでしょうけど、本当にここで考えていただきたいのは、本当に人間は、金が、金があれば、なんか仕事をすると。金があれば芸術を、絵を描きたくなる。金があれば学問したくなるっていう、そういうもんなんですかね。そんなもんじゃないんだ、いと私は思うんですよ。私は思うっていうかに、人間の歴史をつぶさに見ればそうだって言った方がいいでしょうね。今が金,金にまみれて、 金の、お金の幻想の中で生きてるだけですね。私なんかも別に著作権放棄してますが、何も人生で困ることないし、反省もしてませんよ。あ、よかったなと。私がブログで喋ると、この、このブログもそうなんですが、喋ると誰かが使ってくれるわけですよ。そんなのに目くじら立てていけないんですよね。だって、あの、イエス様が聖書でお話になったことは誰でも使えるんですよ。ただ、 やっぱり昔の人は偉かったとは、ど、何が偉かったか悪用しないっていことですね。例えば、昔の著作権のない絵がありますね。絵画がありますと、それにいたずらをしてですね、その絵画を怪我すようなことはしない。それは人間共通の文化であり、貴重なもんだから、みんなで尊敬して使っていくっていう、そういうところはやっぱりあったんですよね。だから、まあ、著作権ができて金で人生を決めるようになったっていうのは、まあ、 資本主義の発達っていうのは一つあるんですね。資本主義っていうのは金を、お金を中心に生きるという制度ですからね。それがあるけど、もう一つはやっぱり人間の品性が、もしかするとですよ、時代とともに悪くなってきたとも考えられるんですね。お金がないと、お金をくれないと本を書かないっていうのもあるし、それから、おあの、その、それをい,いたずらしてですね、その人に悪い印象を与えるような、そういう、 ことが社会で行われ出したという人間の品性。それをやっちゃいけないことなんですよね。人に恥をかかせたり、人が言ってもいないようなことを言ったりですね。それからこう、人の悪いところだけをやるっていうのが最近流行っておりましてね。それも社会に、なんか、大きな影響があるからってうのじゃなくて、例えば、まあ、男女のことなんかよく多いんですけど、男女が、A さんと B さんが付き合ったっていいのに、いいっていうか、 社会的な制約はありますけどね。その中で、いいってはいいのに、それを過度に大きく書いて、なんで大きく,大きく週刊誌が書くのっ,てったら、いや、お金儲けたいから。<laughs> だから、まあ、そういう社会がですね、品、品性がなくなったっていうか、そういうとこもあるかもしれません。著作権が今あるのはですね。だけど、ここで言いたいのは、えー、やっぱりお金が先かとか、っていうことなんですけども、お金が先で行動する社会じゃなくてですね、 何かいい絵を描いたので、後になってみんなが評価してくれて、その絵を描いた人がお金持ちになるっていう、そういう後ですね。後先の後の方。それがやっぱり人間社会にとって非常に大切であり、健全な日本社会、日本中かな、あの、人間社会を作る元になると思います。